今日は炊きたてご飯とこちらお漬物きゅうり、昨日から漬けてます、叩いてね、白だし昆布茶、塩でいりこだしで、鷹の爪入れて揉み込んでつけてました。で水菜、これもさっきやったところなんでまだシャキシャキですけども一緒です。入れてるの昆布茶が入ってないぐらいかな、はい。でうどんでございます。今日はゴージャスエビ天2本と揚げです。うどんは2玉加特吉でございます。うちではこうやって作っております。これが美味しいんです。というわけで食べたいと思います。よし、ここ腹減ったな。2時半か、まあちょうどいいぐらいかな。よし、パッ。はい、どうもパチモス協会でございます。というわけで今日は、まあ、浅漬けみたいなもんとうどんとご飯でございます。唐辛子はもうこれでいいかな、うん、もうどうしてもうどんが今日食べたかった。もうちょい先でもよかったけどな。多分今日の夜の動画ではね、うどんをね食べるって言ってるような気もしますけど。というわけでいただきます。あ、バッチリ味付けバッチリです。うん、なんかお久しぶりうどん。あ、揚げ2枚や、2枚ずつなってたよな。これ気づかなかった。もう埋まるわ全部。贅沢やな今日のうどん。うん、あ、この揚げうまいな。この揚げうまいです。うん、きゅうりをつけるときに塩昆布は一緒に入れません。後からやったの歯ごたえもいいんでね、塩昆布の。うん、うん、ああ日本人よかった。西洋人これの良さ絶対分からない。うまい。炊きたてご飯に漬物、寄ってたね。最高ですね。エビ天。うん。冷凍やけどプリプリ。あ、うめ。このエビうまいな。うん、いつもインスタントラーメンとかばっかりやけどさ、なんかこういうなんかとやっぱなんか違うなって感じするね。うん、この出汁の感じが、うん、昨日食ったどん兵衛のニンニクのやつと比べたら雲泥の差でうまい。どん兵衛のうどんとか
赤い狐っていうのはそれなりの良さもあるんですよ。あれでいいうまさがあるんですけど、なこういう冷凍麺やけどこういうふうに作ってくるとなんかしっかりした飯みたいな、なんだろうな、このどっちでもあると思うんですよ。インスタントでもどっちでも。そんな高い飯じゃないんやけど贅沢さがあるというか、なんやろな、しっかりしてる感があるというか、あ、一番わかりやすく言うと作ってよかったなと思える。インスタントラーメンとかには作ってよかったなっていう良さがないから、ちょっとそこはちょっと半減するもんね、こういう満足の、うん、やっぱお湯注ぐだけのラーメンとかうどんとはやっぱり違うからさ、ここある程度手間かけて作って満足、やってよかったっていう、うん、食いたいなと思う気持ちがあり、そのために労力を割き、そして食べた時に全部が良かったなって思える、この感じ、うん、今日朝から無気力やったんですよ。水槽の水替えもしなあかんかったのに、なんかもう今日一日やる気出なくて、でだらだら配信もせずゲームしてたんですよ。もう携帯電話とか何も見てね、開かず一人の時間っていう感じね。それで今1時、それも朝の8時、7時半ぐらいからずっとやってるんですよ。ゲームばっかりやね、ダラダラしてたんです。で今1食目、ただ腹が減ったし食いたかったみたいな。なんか何もやってない1日なんやけど、ゲームとかしか、動画編集もまだしてないし、何にも。これをカップラーメンとかで、まあ、二日酔いの時ではそういうのもあるけど、カップラーメンとかで終わらせてしまうとは、気合は入れないのよね。よし、とりあえず飯終わったぐらいの。俺はね、これちょっと作って食ったらうまかったし、うまかったしね、美味しくできたから。そのどんもシンプルな調理法じゃないですか。白だし、りこだし、塩だけですから。でもこれをね、編集しようと思うんですよ、うまいから。編集って言ってもそうなんだよ、カットするだけですけどね、注意すべき点なんてないから入れりゃいいだけ、お好みなじみしたいだけ。
うめえ。ああ今日の昼飯正解でした。ちょっと元気が出たんで、はい、この後編集作業頑張りたいと思います。頑張るほど頑張りませんけどね、私の動画なんてしたいと思います。というわけで今日はパテマソ君のうどんの作り方と、あ、ご飯粒一つも残ってる、浅漬けで炊きたてご飯食べました。とっても幸せでございました。というわけでごちそうさまでした。皆様火曜日ですけども、まだまだお仕事頑張ってください。